はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済有効期限、キャンペーンや還元以外で盛り上がってる今だからこそ確認しておきたいことということで、今回は今スマホ決済のキャンペーンでいろいろ盛り上がってるような状況なんですけども、意外と見落としがちな有効期限についてまとめたのでお伝えしていこうと思います。それでは早速なんですけども、まずはPayPayの場合からお伝えしたいんですが、まずPayPayは3つ種類分かれてまして、PayPayライト、PayPayボーナス、PayPayボーナスミニということなんですけども、まずこのPayPayライトというのは、いわゆるそのチャージしたお金ということで、こちらは有効期限は最後に使用した日から5年となってます。で、次にPayPayボーナスですね。こちらは還元などでも付与されたお金ということで、PayPayボーナスは有効期限は2年となってます。で、今度出てくるPayPayボーナスミニというものなんですけども、これ以前動画でも紹介したんですが、いわゆるその T カードの期間固定 T ポイントに変わるものになってます。で、こちらは有効期限は付与日から60日以内と予定しております。ちなみにPayPayボーナスミニは8月からのサービス開始予定となってますので、お気をつけください。次、 LINEPay の場合なんですけども、 LINEPay も3つほど分かれます。 LINEPay 残高、 LINEPay ボーナス、 LINE ポイントということで、まずこの LINEPay 残高はチャージしたお金ですね。こちらも有効期限は最後に使用した日から5年となってます。 LINEPay ボーナスなんですけども、こちら付与されたお金ですね、ボーナスとかで、こちらも有効期限は2年ということですね。あともう一つよく聞く LINE ポイントなんですけども、 LINE ポイントは有効期限は最後に使用した日から180日以内となってます。次にメルペイの場合なんですけども、メルペイはちょっと分かれてまして、ポイントの有効期限は365日なんですけども、還元されたポイントの有効期限は180日となってます。ちなみに有効期限はメルペイのポイントという項目から入って、ここに有効期限というところがあるので、そこで確認することができます。次ですね、今度7月の1日から始まるサービスのファミペイなんですけども、こちらちょっとですね、確認したらちょっと利用記録の方に少し小さく書いててですね、残高にチャージした分は10年、次にファミペイのボーナスは一応端末に表示されるというふうに出たので、まあいつまでというふうには出てなかったですね。なので端末でまあぜひ確認してくださいというニュアンスでいいのかなと思います。でも最後にファミペイの回数券に関しては6ヶ月未満の利用が可能ということになってます。次、楽天ペイなんですけども、楽天ポイントなどのまあ有効期限はあるんですけども、基本的にはクレジットカードなどと紐付けて使うので、まあスマホ決済のこの有効期限とはあまり関係はないですね。オリガインペイも同様ですね。オリガインペイの場合も口座連携するかクレジットカードと紐付けるので、特にその有効期限とかはないんですけども、一つそのクーポンとかの有効期限だけがあるので、そこに気をつけていただければ大丈夫です。まあ最後にスマホ決済ではないんですけども、ビザプリペイドカードのキャッシュですね。こちらはまあやっぱ利用頻度も多いですし、なおかつまあこの動画でも何回か登場するキャッシュなんですけども、こちらの有効期限、カード自体の有効期限は5年間ということで、もちろん残高は無期限となってます。で、ちなみにカードの更新の際はキャッシュからご案内があるみたいですね。ということで、今回は利用頻度が高そうなスマホ決済の有効期限についてお伝えをさせていただきました。僕の場合ですね、ちょっとキャンペーンなどで感覚がバグってきそうでしたので、今回は改めて動画にさせていただきました。またですね、スマホ決済が増えていけばその都度をまとめて動画にしていこうと思います。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。